ワールドシリーズ両リーグにおいて最も優れた2チームが対戦する、その年の王者を決める戦い。そんな白熱の戦いにもかかわらず、ここまで勝ち上がる苦悩を知らない方も多いのではないでしょうか。なので今回はワールドシリーズまでの流れを一緒に見ていきましょう。メジャーリーグベースボール、通称 MLB は3月の後半からシーズンが始まり、10月の頭まで行われる。年間を通して162試合を30チームで争うのだ。そんな中で MLB が一番盛り上がる月がある。それが10月のプレーオフだ。プレーオフとは今季最も勝ったチーム同士が争う決勝トーナメントのようなものだ。そのプレーオフにはどうやって出れるのか。まず一つ目は各リーグで地区優勝すること。メジャーリーグは2つのリーグに分けられる。左がアメリカンリーグ、略してアリーグ、そして右がナショナルリーグ、通称ナリーグ。そのリーグの中にも地区分けがされている。各リーグ左から東地区、中地区、西地区の順番で形成されている。単純な話、この5チームの中で一番勝率が高ければ地区優勝ということになる。地区優勝を果たしたチームは無条件でプレーオフへ出場できる。さあ両リーグ3チームずつ揃いました。あとの4位から下はどのように決めるのか。その方法は至ってシンプルです。勝率が高い3チームが進出。地区優勝したチームを除き、勝率の高いチームがポストシーズンへ進出できます。ここから先は地区での順位は見ずに勝率にフォーカスされます。例えとして上の順位を用いて見ていきましょう。まず地区優勝チームを除いて一番勝ったチームはテキサスレンジャーズの99勝63敗なので、レンジャーズがア・リーグ4位としてプレーオフに進みます。続いて勝率が高いチームがボルチモア・オリオールズの90勝72敗オリオールズもア・リーグ5位として出場できます。次にランクインしたのが89勝73敗でトロントブルージェイズ。ブルージェイズも6位で進出決定です。ということでア・リーグの6チームが決まりました。先に言っておきますが、今の順位は事実とは無関係なのでご了承ください。さあ出場チームが出揃いました。ここからがいよいよプレーオフの始まりです。始まる上で最初に気になるところは組み合わせ。組み合わせを決める際、レギュラーシーズンの功績を考慮して組まれます。各スポットの横に小さく数字が振ってあります。この数字はシードの順番を表しているものです。先ほどの順位表をもとに組み込んでいきましょう。各シードがスポットに入りました。ここで皆さんある疑問を持ったかと思います。そもそも地区優勝チームの順位はどうやって決めた。説明しよう。4位から下は地区優勝チームを除く上位3チーム、1位から3位は地区優勝チームで勝率の高い順となる。つまりこの3チームの中でヤンキースが一番勝率が高いため1位、次いでアストロズ、ガーディアンズの順となる。よって1位と2位はシードの席が確保されるのに対して、第3シードは地区優勝したのにもかかわらず1戦目からの戦いが強いられる。さあ組み合わせが決まりました。ポストシーズン最初に行われる試合はワイルドカードシリーズ。4位対5位、3位対6位の試合が行われます。ワイルドカードシリーズは全部で3試合、先手に勝したチームが上へ上がれる。ここで一つ気になる点が浮上。アドバンテージはないの。ワイルドカードに設けられる
アドバンテージ。対戦する順位が高い方にホームアドバンテージがつきます。ワイルドカードシリーズ、すべての試合をホームゲームで戦うことができます。さあ、ワイルドカードシリーズも終わり、次のステージで待っているのはディビジョンシリーズ。ここからはいよいよ第1シード、第2シードが登場。ここの試合も毎年熱戦が繰り広げられます。一勝して勢いそのままに乗り込んできた挑戦者に対し、レギュラーシーズンを盤石の強さで圧倒してきた王者との対決は痺れるものがあります。しかし、ここ近年でディビジョンシリーズから登場して敗退していくチームも不思議ではありません。それもそのはず、このシリーズからアドバンテージがほとんどない状況となります。ディビジョンシリーズを終えて、いよいよ4チームのみが残る形に。ついにリーグ優勝決定戦が幕を開けます。勝ち上がってきた選ばれしチームに待っている戦い、それはリーグチャンピオンシップシリーズ、いわばリーグ優勝決定戦が始まります。ここでようやく各リーグの最強を決める戦いの火蓋が切って落とされる。このシリーズは全部で7戦、先手4勝でリーグ優勝が決まる。ちなみにゲームを行う球場にも決まりがある。第1戦、第2戦、第6戦、第7戦にホームアドバンテージ、つまり順位が高い方が有利となる。なので先ほどの組み合わせを元に見ていくと、ポストシーズンの順位が6位のブルージェイズに対し、ヤンキースは1位のため、ヤンキースにホームアドバンテージがつく。そしてこの戦いに勝利したチームに与えられる世界最高峰の舞台が、ワールドシリーズ、各リーグチャンピオンに与えられた最強同士の戦い。長いレギュラーシーズンに加え、嵐のポストシーズンを乗り越えた先に待っている景色、ワールドシリーズ。この戦いで今年の最強チームが決まるというわけだ。ではワールドシリーズの内訳を見ていこう。ワールドシリーズは全7戦、先手4勝での戦いとなる。ホームアドバンテージはレギュラーシーズンの勝率が高い方となる。つまり今季のヤンキースが106勝をし、ブルワーズが100勝だとしよう。ヤンキースの方が勝ち星が多いため、ホームアドバンテージはヤンキースにつきます。なのでヤンキースが第1戦、第2戦、第6戦、第7戦をホームで、ブルワーズが第3戦、第4戦、第5戦のホームゲームで戦います。そんな熱い舞台での大谷さんや鈴木さんの対決を見てみたいですね。